難問数式パズル Q を使って指定された計算結果にしてください。ただし使って良いのは数学の範囲内の記号だけで、数字を反転させたりしてはいけません。全部で12問あります。早速始めましょう。第1問、3つの球と数学記号を使ってイコール2になるようにしてください。制限時間は20秒です。正解例は、括弧9足す9割る9で2になります。第2問、イコール3になるようにしてください。制限時間は30秒です。正解例は、ルート9足す9引く9で3になります。第3問、イコール4になるようにしてください。制限時間は30秒です。正解例は、ルート9足す9割る9で4になります。第4問、イコール5になるようにしてください。制限時間は40秒です。正解例は、カッコルート9の階乗引く9割る9で5になります。第5問、イコール6になるようにしてください。制限時間は40秒です。正解例は、カッコルート9の階乗足す9引く9で6になります。第6問、イコール7になるようにしてください。制限時間は40秒です。
正解例は、カッコルート9の階乗足す9割る9で7になります。第7問、イコール8になるようにしてください。制限時間は20秒です。正解例は、9-9÷9で8になります。第8問、イコール9になるようにしてください。制限時間は20秒です。正解例は、9+9-9で9になります。第9問、イコール10になるようにしてください。制限時間は20秒です。正解例は、9+9÷9で10になります。第10問、イコール11になるようにしてください。制限時間は30秒です。正解例は、99÷9で11となります。第11問、イコール0になるようにしてください。制限時間は30秒です。正解例は、√9×√9-9で0になります。第12問、最後の問題です。イコール1になるようにしてください。制限時間は40秒です。正解例は、括弧9÷9の9乗で1になります。